困ったな。どうしたの？犬が本を加えてきちゃったんだよ。ほらこれ。ずいぶん古い本ね。見たことのない文字で書いてある。アバロスト語じゃないよ。年表みたいなのがあるから歴史の本かな。2000年ほど前に使われていたメリオダス文字のようじゃの。アバロスト語よりは新しいが今は使われておらん文字じゃ。書き込みがいっぱいしてある。これは誰かの研究書だよ。研究ならリーブの本かも。リーブ？宿屋の子供だよ。歴史を研究してる変わった子なの。リーブにこの本を届けてくれない？僕たちはあの子に近づいちゃダメって言われてるから。うん、いいけど。僕の研究所が。君がリーブ？これは君の。僕の本。ありがとう、大事な本なんだ。僕はライフィセット。ちょっと見せてもらったけどすごいね。君はメリオダス文字が読めるんだ。メリオダス文字と見抜くなんて、君こそただものではないね。それほどでもないけど。僕は大人になったら世界の遺跡を巡る冒険家になりたいんだ。そのための準備にこの本で暗黒時代より昔の歴史を研究してるんだ。暗黒時代？クローズドダークって呼ばれる謎の時代だよね。そう、記録がほとんどない歴史の空白なんだ。でもその前後の時代を研究して比較すれば何があったのかわかると思うんだ。すごい！面白そう！だろう？古い本のことでよく盛り上がりますよね。うちの弟も同じだったわ。ラフィーもよく兄さんと。匿名の通報があった。不審者を見なかったか？まずい、警備が来るぞ。こっち、僕の家に隠れて。リーブ、不審な者たちを見なかったか？見てないよ、僕本に夢中だったから。そうか、母と二人暮らしで心細いだろうが、しっかりな。お前の父上は皆のために戦う一刀隊馬士だ。弱音は吐いては父上に笑われるぞ。はい。助かったよ、リーブ。あんたの父親は大魔師なの？うん、だからライフィセットたちの事情は詳しくは聞かないよ。友達だからね。友達？友達の証にとっておきの秘密を教えるよ。この本には伝説の万能薬オメガエリクシールの作り方が書かれているんだ。オメガエリクシールを作るには5つの素材が必要らしい。訳せたのはまだ1つだけだけど、それを教えてあげる。ありがとう。でも僕何もお返しできない。お返しなんていらないよ。でもよかったらまた話をしに来て。絶対に来るよ、友達だからね。オメガエリクシール、すべての病を治すと言われる古代の秘薬ですね。でも暗黒時代に実物も製法も失われたと聞いていますが。メリオダス文字は暗黒時代以前に使われていたもの。辻褄は合うの？子供の解読よ。
当てにならないわ。いや、あの本の書き込みは大人顔負けだ。全くのデタラメとは思えん。子供の集中力と学習能力は侮れないぞ。好きなことならなおさらな。僕もリーブは本物の研究者だと思う。あの子も夢中になって本を読んでたっけ。オメガエリクシールはあなたにとっても役立つものなのでは。ライフセット、あんたは素材を探してみたいのね。うん。私は興味ないけど、あんたが勝手に探すなら止めないわ。うん。Thank you.